街中に取り付けられたミラーカーブミラーとは、見通しの悪い区間、地点において、車両が安全かつ円滑に走行するために、他の車両、または歩行者を確認できるように設けられた道路上の鏡である、道路反射鏡とも呼ばれる。山岳地帯の屈曲部や曲線半径が小さい場所、見通しの悪い交差点などで事故が発生する、可能性がある場合に設置される。しかし、 本来は道路反射鏡が不要となるような道路にするべきである。鏡面部の形状は丸型、角型があり、一般には丸型の突面鏡が用いられている。カーブミラーは四角の状況確認を補助するものにすぎない。ミラーの構造や設置角度、設置環境によっては実体とは大きくかけ離れた見え方をする場合もある。従って、このようなカーブや交差点では、 道路標識で指示されていなくとも一時停止するか除行し、肉眼で実際に視覚方向の状態を確認することが不可欠である。道路反射鏡の鏡面素材は4種類。形状としては丸型ファイ600、ファイ800、ファイ1000。角型は450-600.600-800。以上5種類である。道路反射鏡支柱部材としては、交換 STK400。 高調力交換2種類に、静電粉体塗装、または、下地や塩粉体塗装2種類の処理をされており、寸法は、ファイ76.33.23600、ファイ76.33.24000、ファイ89.13.24400、ファイ101.64.24800の4種類がある。基礎サイズは、設置種類、風速、補装、未補装などにより異なる。 道路反射鏡設置指針に基づき製造され、一般財団法人日本ウェザリングテストセンターにて認定試験が定期的に行われている。合格品には道路反射鏡協会にて部材品質表示表が発行され、道路反射鏡裏板に添付され出荷されている。また市中には市中品質表示表が本体上部に添付されている。道路反射鏡が日本で 初めて設置されたのは1960年代、静岡県の十国峠に、飯島正信氏、現、信正工業株式会社が設置したのが初めだと言われている。また、陶器の曇り止め機能がついた道路反射橋も、信正工業株式会社が日本で初めて商品化した。当初の製品は、鏡体の前だけではなく、後ろに大型の日差しを備え、 放射冷却の影響を抑える製品であった。肉眼では、視覚となる方向をミラーによって目視することで視角の状況確認ができるようにするものであるから、視角となる方向を映し出すよう、通常は目視の障害となる建造物や地形のある方向の対角方向に設置される。例えば左カーブの場合で左側に目視の妨げとなる障害物が存在する場合は、 右側にカーブミラーを設置する。交差点の場合で右側手前側に障害物があり右方向の目視ができない場合は、交差点の左奥側にカーブミラーを設置する。なお、左右ともに手前側に障害物がある交差点など、左右ともに目視が不可能な場合は、左右奥側にそれぞれ設置されずに、同じ位置に2つのカーブミラーが設置される場合がある。カーブミラーは、 設置が必要な場所にポールを立てその先端部に取り付けられる。この場合はミラーの下部に注意などと書かれた表示板が取り付けられることがある。近年では歩行者、自転車の接触事故を防ぐために注意ステッカーに変わりつつある。設置が必要な場所に電柱が存在する場合はその電柱に取り付けられることがある。カーブミラーは道路法第2条。 第2項第8号と同法施行令、第34条の3第3号において他の車両または歩行者を確認するための鏡と規定されている。また道路構造例第31条と同例施行規則第3条第4号にも同様の規定があり交通安全施設の一つと位置づけられている。道路反射鏡の鏡面材質はアクリル樹脂、ステンレス、化学強化、ガラス、 ポリカーボネートの4種類がある。カーブミラーは道路法において道路付属物と規定され、道路管理者などにより管理されている。ありがとうございます。